レオ朝は、東ローマ帝国において、皇帝を輩出した王朝。レオ一世とその孫レオ二世、レオ二世の父ゼノンとゼノンの皇后、アリアドネの再婚相手のアナスタシウス一世の4人。これに475年から476年に、ゼノンを追放し定位についたバシリスクスと、レオ一世の名の夫である西ローマ皇帝、ユリウス・ネッポスをこれに含むこともある。 かつて蛮族とされていたトラキア族とイサウリア族による移民族色の強い王朝である。レオ一世、レオ一世はトラキア出身でトラキア人の軍人で457年1月27日にマルキアヌスミカドが公認者を指名することなく死去すると帝国のマギステルミリトゥムでゲルマン人のアスパルに支持されたレオが皇帝として即位することとなった。彼は コンスタンティノープル総主教に体感された初めての皇帝である。はじめはアスパルとその息子アルダブリウスの区別でしかなかった彼だが彼が登用したイサウリアのイサウリア人の族長タラシコデッサがアスパルに暗殺されかけた。これを名目にレオはゼノンと協力してアスパルフ氏を打倒し皇帝としての地位を確固たるものとした。 この時の功績で、自らの娘、アリアドネをゼノンに嫁がせた。レオ一世は、帝国西部への影響力強化を図って、たびたび西ローマ帝国へ皇帝を推挙している。465年に、リビウス・セウェルス帝が死去して以降、西ローマ帝国は新たに、西ローマ皇帝を建てようとはしなかったので、先帝マルキアヌスの娘婿、アンテミウスに、西ローマ皇帝を名乗らせて、 西ローマ帝国へ進軍させた。アンテミウスは新たな皇帝の就任を拒む西ローマ帝国軍と対峙した後和平交渉により西ローマ皇帝として受け入れられた。また467年には帝国西部を脅かすバンダル族の討伐のため、儀帝、バシリスクスを司令官として艦隊を派遣している。しかし、バシリスクスは無能で翌468年に バンダル族に大敗し、大損害をこむってしまった。帝国西部でアンテミウスとリキメルが対立し始めると472年にウアレンティニアヌス3世の娘婿、オリュブリウスを仲裁のために派遣したが、オリュブリウスがリキメル側に裏切ったためアンテミウスが殺害されてしまい、オリュブリウスはレオ一世に無断で西ローマ皇帝となった。 オリブリウスはすぐに病死し、同時期にリキメルも病死した。リキメルの後継者グントバトに擁立されたフリケリウスが、ブルグント族の支援で、西ローマ皇帝に即位すると、473年に、親族でマギステルミリトムのユリウス・ネポスに、西ローマ皇帝を名乗らせ、西ローマ帝国へ進軍させた。こうした、努力の甲斐なく、西ローマ帝国は、 レオの死の2年後の476年に西ローマ皇帝を廃止して東ローマ皇帝の介入から独立したが一応は東ローマ皇帝の権威を帝国西部に行き渡らせることに成功したとも言える。例えばロムルス・アウグストゥルスを廃位したオドアケルは東ローマ皇帝の配下のイタリア総督としてイタリアを統治している。レオ一世は474年の1月18日に 病死し、義理の息子、ゼノンを貢献人として、孫のレオ2世が即位した。レオ2世、レオ1世の死によって皇帝に即位した。レオ2世は、父ゼノンを貢献人として即位した。レオ2世の母は、レオ1世の娘アリアドネであり、レオ1世の外孫にあたる。即位時わずか7歳であったが、同年の474年11月17日に、病死した。 ゼノン・イサウリア族の族長で、本名はタラシコデッサ。レオ2世の父で2月から共同皇帝位にあったゼノンは、息子の死で単独の皇帝に即位した。ところが、ゼノンは、打弱な人物であったため、その行為を狙う者も,も少なくなかった。即位間もない475年、皇后、アリアドネの母、ウェリーナが先導したとされる反乱によって、 レオ一世の義弟であったバシリスクスがコンスタンティノポリスに攻め込み1月初めに定位を追われ故郷をイサウリアに追放され短い治世を終えたバシリスクスゼノンを追放して即位したバシリスクスはレオ一世の治世下にバンダル族の討伐で大敗した時の司令官であったこうした経緯で人望もなくまた能力も乏しかった翌476年に 故郷へ追放されていたゼノンが再び定位につかんと、コンスタンティノポリスに進軍してきた。定位を追われ、ゼノンに捕獲されたバシリスクスは、同年内し翌477年の冬に、カッパドキアで処刑された。476年に復位したゼノンの治世の時に、西ローマ帝国から西ローマ皇帝の地位が消滅した。西ローマ皇帝、ロムルス・アウグストゥルスを退位させた。 ゲルマン人の傭兵隊長であったオドアケルから西ローマ皇帝の権限が東ローマ皇帝へ返上されゼノーンはローマ帝国全土の単独皇帝となったゼノーンはオドアケルにローマ貴族の地位と皇帝の代理としてイタリアを統治するイタリア領主としての法的権限を与え一方でゼノーンが正当な西ローマ皇帝としていたユリウス・ネポスを西ローマ皇帝として 認めるよう要請した。元老院は西ローマ皇帝の完全な廃止を求めていたが、オドアケルが妥協して、一応はゼノンの条件を受け入れた。しかし、結局ネポスが実権を取り戻すことはなく、ネポスは480年に暗殺された。ゼノンは後にオドアケルと対立し、テオドリック大王にオドアケルの討伐を命じ、帝国西部の支配権の再行を図ったが、 果たされる前の491年にゼノンは病死してしまい、叶わなかった。ゼノンは知性のうちに数々の無本の陰謀などがあったにもかかわらず、行為にあるまま生涯を終えることに成功したが、民衆の辛抱も薄く、その知性は人気取りのためのばらまき財政などに終始した。ゼノンが棺に収められた後に棺の中で息を吹き返したものの、 皆がゼノンを憎んでいたため無視してそのまま、葬られたという、彼の不人気を物語るエピソードがある。アナスタシウス一世、ゼノンの死後、59から60歳の高齢で、水密院警護長であったアナスタシウスが、胆性論破の代表として皇帝に選出された。ゼノンの皇后アリアドネと結婚していたことで、レオ長の一人として数えられている。即位直後、選定。 ゼノンの基盤であったイサウリア人を追放したため492年にイサウリア人が反乱を起こした。鎮圧に取りかかったアナスタシウスは497年にようやくこれを終えた。同年に選定ゼノンの命令でオドアケルを打ち滅ぼした東五島王テオドリックのイタリア王即位を承認した。ゼノンのばらまき政策で破綻寸前だった。 帝国財政を優れた手腕で立て直すなど優秀な面を見せたアナスタシウスであるが宗教政策は困難を極めた。胆性論寄りであったアナスタシウスはカトリック教会と対立し、また当時のコンスタンティノープル総主教も胆性論寄りであったためにローマ教皇フェリクス賛成によって破門されるなど東西教会は分裂の予想を強くした。そのため、 後世のキリスト教歴史家からの評価は極めて低い。518年86から87歳という高齢で没した。元老院とプライトリアには後継の皇帝にこれまた高齢で当時68歳だったユスティヌス一世を皇帝に選んだ。このユスティヌス一世の老いにして後継者が急に白馬帝国領の大部分を一時的に回復して 東ローマ帝国の最大半島を実現し、後世、大帝と呼称されるユスティニアヌス一世である。ユスティニアヌス一世の再生副事業の基盤は、アナスタシウス一世が実施した様々な改革だと言われている。レオ朝による東ローマ帝国支配が終わった後も、レオ一世の娘、ヘレナの系統が存続している。ヘレナの名を孫でメトリオスは、ヘラクレオス王朝。 第二代皇帝コンスタンティノス三世の次男、テオドシオスの娘と結婚、子孫が続いている。さらにデメトリオスの母方の祖父の兄ステファンの子孫も、存続している。なお、コンスタンティノス三世の父方の祖母、エピファニアは、ユスティヌス一世の甥ユスティニアヌス一世の妹、ウィギランティアの彦であるため、レオ朝とユスティニアヌス王朝、ヘラクレオス王朝の三王朝が、 遠赤関係となっている。ありがとうございます。